僕忍者のコースめっちゃ好き、和風なコースやっぱどんなゲームでも好きなんで、ここのステージあと5個ぐらいあってほしいなと思ったって話してたんですけど、落ち着くからなんですけど、落ち着かないぐらい難しくない？ちょっとだけ。まだ赤コインの場所1個だけ分かってない状態でのプレイですけど、やっぱ強制スクロールって難しくて面白くて、生じって落ち着くよなぁ。いいなぁ。ほんと好き。砂漠とかさ、もういいよ。他のゲーム。絶対あるようなやつ。いいよ、もう。宝箱かな俺やっぱり見つけてないの。多分そうやね。一個ないときって大体宝箱やね。一応練習してますんで、コースはなんとなく覚えてます。ここ練習しない、初見でここクリアできる人いないと思う、多分。今のも取る必要ないんか。でもやっぱコイン集めるっていう行事も、行事っていうか、あ、まあね、あるからな。間違えた。これまあハートもまあいいんか。どこが何やったかはちょっと覚えてないですね。ちょっと宝物、宝プレゼント箱をちょっと気にしてみましょう。どっかにあった気もするんやけど。これもいいんか。あれ結構いいのに飛んでくるやつあるな。ここの上の人も一回倒してみようかな。あ、倒せんかった。いた。倒せたな、今の痛いやったら。行ってみるか。手裏剣と相殺した。ここ難しいよね。あー、むずい。危なかった。やばいやばいやばい。宝物気にしてたかねな。折り紙いいよね。急に余裕を見せる。折り紙いいよねって余裕がある時しかで言えんなと思って、今余裕なかったけど言い忘れると思って言った。ここら辺ってなんかがっぽり空いてると何かあるんじゃねえかなと思うよな。これ大事、なんかあるんかな。あった。あー、ここにあったんか。ありがとう。あの人かわいいよ。ほら、かわいい、あの人の作る。あと、ここの下もなんかあると思うよね。でも、あと一個だけしか俺は見つけてないところがなかったってことはないんや。しまった。早く取りすぎて話してるうちに。ここはね、もうここ壊していくっていうことを覚えてないといけないですね。いけないってことないですけど、いけないですね。今のも失敗。これ本当はこう上から行かなあかんと思う、多分。今の危ないね。うまいね。自分でうまいって言っちゃいますね。これどっちか、こっちから。お、今ので赤コイン集まったってこと？あ、全部集まった。ありがとうございました。最後かわいいよ、これ。やっぱ折り紙っていい世界やな。障子っていうのもな、住みたくないし折り紙で遊びたくもないけどね。任天堂がこうデジタル化してくれることによっていいなって思います。どうかアップルに買収されませんように。アップルごときにやで、ほんとに。アップルは素晴らしいけどさ、やっぱ任天堂の素晴らしさに全然及ばないよね。失われてしまいそう。かわいいね、これ最後。なんで障子開いちゃったんやろね、あれ。あっちの砦なのに。いやー、ありがとうございます。6個手に入れてますね。はい。6個って卵は6個やった。目って何あれ。目っていう、身？目か身っていうハンコ何あれ。
100個のコインって絶対行くよな。何も気にしたことないもん。これもギリギリだとちょっと辛いけどな。でも今の面やっぱ面白いです。強制スクロールでちょっと難易度高めっていうのは面白いですわ。ありがとうございました。